70% ぐらいですかね。あとはコンビネーションとか、試合をやっていく中で、試合感とか、そういうのをやっていければ、より良くなっていくと思います。そうですね、人気があるチームと聞いてますし、キープレイヤーも何人かいると思うので、頑張ってしては、そういう国際試合はあまり経験ないんで、楽しみながら、なおかつこう結果を出せるように頑張りたいと思います。僕らも楽しんで試合に臨みたいと思いますし、ハワイに来てる人は試合見に来てほしいですし、テレビでもやるって日本でも聞いたんで、見て応援してほしいなと思います。